WEリーグは25日、最終節を開催した。2連覇を果たした首位三菱重工、浦和レッズレディースはホームで3位日テレ、東京ベレーザと対戦。2-3 で迎えた後半アディショナルタイム1分に MF 清家貴子がこの試合2点目となるゴールを決めて 3-3 の引き分けに持ち込んだ。写真、マジで美人、可愛すぎてカード出る、現地観戦した女子アナに賞賛集まる。2位アイナック神戸レオネッサは6位大宮アルディージャベントゥスのホームに乗り込み、2-0 で完勝。4位アルビレックス新潟レディースは敵地で10位マイナビ仙台レディースと対戦し、3-1 で勝利した。第22節、5月25日、土曜日、E ピース、S 広島 R1 の 0C 大阪、S、上野真美、77分、ナック、大宮 V0 の2愛神戸、愛、相川ひな、34分、田中美奈、40分、福あり、千葉 L1 の 0EL 埼玉、千、城和玲奈、12分、ユアスタ、舞仙台1の3新潟 L、ま、太田萌え、29分、新、川澄直美、10分、石田千尋、83分、河村優里、87分、浦和駒場、浦和3、3東京 NB、浦、清家貴子に、40分、90+1分、長船かな、69分、東、鈴木陽、9分、村松智子、23分、菅野香音、43分、長野優、AC 長野2の 3N 相模原、A、稲村幸乃、86分、大久保舞、90+2分、N、藤原野かな、16分、大竹真由、77分、根府桃子、90+6